激しい喜びはいらない。その代わり深い絶望もない。植物の心のような人生を。そんな平穏な生活こそ私の目標だったのに。正体を表したな。そんじゃよ、平穏じゃねえ顔面に変えてやるぜ。いい時計だな。だがもう時間が見れないように叩き壊してやるぜ、貴様の顔面の方をな。君の名前とか、いろいろと君のことも知りたいところだが、そろそろここを立ち去らねばならんのだよ。オープンだけ。確実にね。空気で持ち、マッシャーを行かねえな。なんでやろう。第一の爆弾、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 発射。死ぬよ。ああ、空気だ。発射。あと第一の俺が両人の人生、俺の気持ちに逃がさんぞ。翔太郎さん、ほら、ティッシュが必要だろ。いいだろう。石を爆弾に変えた。近づかない。俺の気を使う。こんなひどいことが。撃ち抜け。撃ち抜け。発射。よし。うわあ。うわ。しまった。石を爆弾に変えた。その頭。まだ爆破させていないはずだが。けなすやつは許さねえ。ケイト、あれ、初めて見たとき、なんていうか、その下品なんですが、勃起しちゃいましてね。いや、私のキラークイーンの特殊能力を教えようと思ってね。どうせ君はすでにキラークイーンによって始末されてしまっているのだから、お前のことは誰よりも分かっている。何？このキラヨシカゲの正体を知る者はどこにもいないはずだ。後で俺らの方が働いたんだどうとかってごねるじゃねえぞ。そんなことは言わないぞ。俺たちは仲間だぞ。オープンだけ。
私のキラークイーンは触れたもの何でも爆弾に変えられる。いいだろう。いい空気だ。やっしゃ、逃がさんぞ、逃がさんぞ。食らうんだぞ。逃がさんぞ。よし、食らえ。小石を爆弾に変えた。天下思い込むということは何よりも恐ろしいことだ。しかも自分の能力や才能を優れたものと過信しているときはさらに始末が悪い。我がスタンドキラークイーンのシアーハートアタックは狙った獲物は絶対に仕留める。安心しろ、私はお前の味方だ。この私の味方だと。お前は何者だ。無理はしないでね、ユカ子さん。私のこと心配してくれてるの。オープンだけ。逃がさんぞ。空気発射。逃がさんぞ。ぶつけてやれ。なぜであろうと爆発しろ。尻尾文字を食らえ。
気になる。いいだろう。戻ったぞ。逃がさんぞ。ユカ子さん。ええ。ええ。やはり気になる。いいだろう。くらえ。どうだ。こいつ。何しろ。こいつ。よくも光一くんを許さない。逃がさんぞ。空気発射。なんでやろうと。爆発しろ。何？逃がさんぞ。これで落ち着く。なぜだ。私にとって今慌てて君を攻撃する必要は何もないな。漫画家の岸辺露伴、
殺人鬼め、お前のリアリティを奪ってやる。この私をもっと追い詰めるがいい。その限界のギリギリさが再びきっとバイザダストを発言させるのだ。まずいぜ、もう少しだけ近づかねえと。オープンだけ逃がさんぞ。くらえ、くらっしょ。逃がさんぞ。拾っておくか。なんでやろうか。これはすると、うん、間違いないな。ああ。そこだ。よし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 。よおいおい、いいだろう。くらえ、あった。こいつ、逃がさんぞ。波長がセーフティーを失った。かっはっはっは。任せな。くらえ。こんなひどいことが。くらえた。時間が。二人で行くさ。分かったよ。僕に続け。オラぶちかます。オラお前をオラやるよ。勘弁しやがる。早く始末しろ。この露伴を食べろ。拾っておくか。有無を言わせず先手引く。爆弾点火だ。こいつ逃がさんぞ。逃がさんぞ。絶対に逃げ勝ち見せるんだ。逃がさんぞ。爆発しろ。じゃあ、くそ。セーフティーロック。この露伴を何でやろうと。これは爆発しろ。逃がさんぞ。何でやろうと。爆発しろ。痛みに勝てるぜ。受け取ったぜ。立つ。おいおい、いいだろう。第一の爆弾。くそ。戻れ。これは何だ。しまった。爆発しろ。第一の爆弾。いいか、いいだろう。隙だらけだ。そこだ。ほっぱみじんに消し飛ばしてやる。怪奇の爆弾。こいつ強いね。なんでやろうと。第一の爆弾しよう。第一の爆弾でやろうと。第一の爆弾。爆発しよう。第一の爆弾。やつの力は私と同じ。あ
これで君の新作は二度と読めなくなったってわけだな。どうやらバイツァダストで戻る必要もなかったな。